これはボストン社のシャープナーです。ペンシルシャープナー、鉛筆削りですね。切れ味の悪いこと、ちょっと直してみます。
もうツルツルです。最初のガサガサです。ツルツルになりましたね。さて次は修理前、これが修理後、たった今よく削れてますね。日本の
この鉛筆削りはここがギアになってますね。全くペンに傷がつきません。素晴らしいですね。こんな感じですね。ブランドもしっかり見えてきました。ここもしっかり見えてきました。工房のマスコットに最高です。